はい、どうも。はい、こちらですね、大河原天然温泉いい湯行ってきました。ですね、吉谷レビュー評価、4.5 ですね。4.5、はい。なぜ 4.5 なのかっていうと、まずですね、綺麗だし景色がいい。ただね、その 0.5 はやっぱね、北見温泉のポン湯がね、やっぱ神だったんで、温泉の質はちょっと微妙かもしれないですけど、まあ、全部がいいですね。タバコも吸える場所もすげえ置いてあって、あとね、そのね、湯風呂っつのがあるんですけど、湯風呂がやばいですね。湯風呂からこのなんかこの景色、まあでも天気良くないとあれかな、露天風呂の湯風呂っていうのがあるんですけど、そこ一人用なんですよ。一人用とでかい露天風呂があるんですけど、そこの一人でこう全部をこう行けるやつがあって、それすげえいいですよ。一人用の湯風呂があって、そこからそのこの青空を見ていく、その雲がねこう流れてくる感じのが良かった良かった。まああとね、ご飯食うとこもあるんで、まあ僕ご飯食ってるね、時間はないんで、ちょっとね、ジュース買ってもう移動しますけど、豚もね多分ねうまいと思いますよ、うん、食ってないですけど、だって豚そこで飼ってるからね。そう、もち豚感、多分ねうまいと思いますよ。すぐそこで豚さんいるから。はい、ということで、今回ですね、大河原天然温泉いい湯、まあ湯的にはねちょっとね、まあ、やっぱポン湯には勝てないですね。北見のポン湯温泉には勝てないですけど、うん、やっぱね綺麗ですね、施設が。だから儲かってますねここね、うん、なかなか施設はいいですね。あとはその露天風呂から見るその 岩風呂からの一人独占のあの景色すげえいいですね。あれは神ですね、癒されます。ただ天気が悪いとそれはちょっと微妙です。あの温泉自体はねちょっとちっちゃいんですよ、うん、まあ綺麗にまとめて、あとサウナもあります。サウナも入れます。サウナも入れる。でシャンプーとボディーソープあります。あと、入館料800円ですね、はい、まあそんな感じです、はい、いや天気なんか夏っぽいですね。夏って感じだな、夏みたいな、なんか夏って感じじゃないですかね。夏だーみたいな、ドラえもん夏みたいな。いやここいいっすね、ここいいっすよ、うん、ぜひいい湯、大河原天然温泉、ちょっと豚食えないですけど移動します。では